ピンポン。あー、ついに来ちゃったか。最強の肝が決まるこの日が、最強の肝が決まる。以前ね、絆あかり X ボイス、みんなの反応集って動画を出したんだけど、あー、なんかそんなんあったな。そこで、肝って言われるボイス、どれが一番好きか、アンケート取ったのね。はあ、その結果の、集計が終わりました。ふわ、ふわ。意見をくれた人もたくさんいて。僕の上から目線っぽい感じ好き。やっぱりななこれは揺るがない。このキモい言動を諭されてる感じが好き。養殖してない自然なキモい違いよ、ね。4の妹に言われている感がいい。キモにですね。どれも違ってどれもいい。ななの感情むき出しな感じが良い。もっと吐き出せるようなのがいい。人が欲しい。みんなの熱いパッション。受け取ったぜ。で、総投票数119。まずは下から4つ。発表しちゃいます。はい。では行くぜ。キモ。ふむ。キモ。ふむ。キモ。一回ずつ挟まるのやめえや。ああ、なるほどね。こういう感じできたか。やりますね。票数的には3と4が一桁って感じですか。ふむふむ。キモ、キモ。まあ確かに私的にもちょっと可愛すぎるかな。もっときつめに言ってくれないと。やっぱり軽蔑感という名のスパイスが足りないよね。スパイスが軽蔑感と書いてスパイスと読ますのやめろ。次は、5かな。キモ。ああ、これも可愛い感じね。やっぱりキモを求めてる人は、心の底から湧いて出てくるドス黒い感情を求めているわけよ。足りないんだよ。ぶつけなきゃ、このパッションを。誰やねん。お、次は20票超えか。どれどれ。キモ。ああ、いい。入ってきてる。いい感じの軽蔑感入ってきたよ。わかる。この、引いた感じ。この、引いた感じよ。これは推しのキモじゃなくて、キのキモだね。推し引きすんな。イメージしてごらん。ふむ。こうドン引きの中で、生理的に無理、みたいな表情を向けられ、静かに。キモ。ふぅー。うん、潜ってこい。潜ってくるよ。ああ、危なかった。行きかけたわ。ガチの特大放送事故やぞ、今の。まあまあ、気を取り直して、トップ3の発表いきますよ。はい。キモ。ああ、ここで7か。私の推しが、推しキモここで出ちゃったか。推しキモとは、まあね、これはいわゆる、ゴーのキモだからな。やっぱりテクニックが一歩及ばなかったかな。一番推しが強いキモだから、推しのキモだったのに。なんつって、やかましい。では次、第2位の発表です。実質第1位の発表でもありますね。いきますよー。ララ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 。そして流行る第1位は、ララ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 ラ。キモ6です。おめでとうございます。じゃあ2位と1位をみんなで聞いてみましょうか。シーですよ。みんなシー。はいはい。キモ。キモ。ほひー。どうこれねよ。なるほど。キモ2は5と10のハイブリッド感あるね。すまん、全然わからない。10キモの1や6よりは、強めの口調で、10キモ。だけど声を若干震わせて弾く感じも醸し出している。このおぞましいものを見た時にあげる悲鳴のようなキモ。白米を、いただこうか。お前何する気や。キモ6はあれですね。重特化型キモ。重特化型キモ。引いている感じをバシバシ前面に出して、ブワーというニュアンスを含ませているのが伝わってきますね。いやー、こっちか。一本取られた。みんなは引いてる感マシマシの方が好きな感じか。やるなー。やっぱり奥深いですね。引きのキモもこれはこれでいいものですもんね。それもまた性癖。それもまた人生みたいに言うな。てかキモ6って前回お姉ちゃんが好きって言ってたやつじゃん。え、せやったか。はあ、お姉ちゃん。1位を当てるなんてすごいな。待て、これは私の負けたよ。認めざるを得ない。へ、そうか。うちすごい、すごい、すごい。ついに追いつかれちゃったかな。今度は負けないように頑張ろう。いえい、うちの勝ち。勝った勝った。いや、これ勝ったらあかんやつ。ちなみにコメントで、カテゴリの生理現象って何ですかっていうのがたくさん来てたんやけど、これは、あくびとか、くしゃみとかのカテゴリや、変なもの想像していた人たちは反省してな。すみません、妹。